トットちゃんは、テレビ朝日系の帯ドラマ劇場枠の第1期にて2017年10月2日から12月22日まで放送された、同枠第1期の第2弾となる帯ドラマ。全60回。女優、黒柳哲子の半生とその家族の物語を、大石製の脚本、清志野菜名と松下奈緒のダブル主演により、テレビドラマ化した。 黒柳哲子が生まれる4年前の1929年の黒柳の母、朝と父、守る綱の出会いから始まり、戦中、戦後の苦難の年月を経て、期待のスターが誕生する過程とその個性が巻き起こす、数々の逸話を昭和の芸能史、テレビ史を背景に、笑いと涙で描く。これまで映像化されることのなかった窓際のトットちゃん時代の逸話も抜粋し、 テレビ女優の第一期生として活動した NHK 時代や初めて明かされる国境を越えた恋など波乱万丈な黒柳の反省に迫る。ダブル主演の一人、黒柳哲子役を演じる清志野斎明は本作が全国ネットの連続ドラマ初主演となり、帯ドラマ劇場枠の前作、安らぎの里での爽やかで透明感あふれる演技が、 制作人の目に留まり本作への起用に至った。脚本はラブストーリーの名手と称される大石生が担当。黒柳の恋愛体験をドラマで描くことをテーマに本作に臨んだ大石は黒柳に過去の恋愛体験の告白を迫り、黒柳は数日間の熟慮の末で人生初めて海を隔てた恋の恋愛秘話を明かした。主題歌は 黒柳の熱望により、黒柳と親交のある福山雅春が共栄学園を提供。黒柳の父、守綱が名高いバイオリニストだったことに敬意を表し、弦楽史重奏を中心とした編曲に仕上げている。ドラマ制作にあたり黒柳は期待のコメントを寄せた。本作の直前には黒柳が司会を担当するトーク番組、鉄子の部屋が放送されており、 徹子の前は徹子、徹子の後は徹子のキャッチコピーのもと CM を挟まずに完全リレーで放送することにより相乗効果を狙った。初回の番組平均視聴率は5.8%を記録。最終回には番組平均視聴率7.4%を記録し、第39話に記録した自己最高大記録で優秀を飾った。 全話平均は6.0%を記録し、帯ドラマ劇場は区での前作、安らぎの里を超える数字を残した。参考、公式サイトあらすじ昭和4年、東京のおじ夫婦の家に下宿し、東洋音楽学校で声楽を学ぶ学生の、モンさん朝は、年末の帝都公共楽団主催の第9演奏会に合唱団員として参加し、コンサートマスターを務めるバイオリニスト、 黒柳守綱と出会う。守綱と互いに恋に落ちた朝は、演奏会の終演後神綱に導かれるまま、芸術家たちの住む乃木坂上クラブを訪れ、そのまま駆け落ちして守綱のもとで暮らし始める。年が明け、朝を青年医師と結婚させ自身が営む医員を、継がせたい朝の父、周通が北海道から上京し、乃木坂上クラブを訪ねるが、朝は抵抗し、 手術は朝を感動する。間もなく朝は、守る綱と結婚し、音楽と朝以外には無関心なカミズナとの新婚生活を始める。苦しい生活の中洋服の仕立てをして、家計をやりくりする朝は、昭和8年夏、徹子を出産する。徹子の誕生を機に、一家は、乃木坂上クラブを出て、北先族に借屋を借り生活を始める。やがて徹子の弟、 民事が誕生し犬のロッキーが一家に加わって迎えた昭和14年春、徹子は尋常小学校へ入学する。授業中に自由に振る舞い、机の蓋を開閉したり、画用紙からはみ出す巨大な絵を描いたり、沈鈍屋を呼び寄せ、東京音頭を踊ったりして、担任に注意されてばかりの徹子に、夏休みを前に朝は校長から呼び出され徹子を自主的に転校させるよう、 言い渡される。新たな学校を探す中で個性を重んじる教育方針の友江学園の存在を知った朝は、徹子を連れて友江学園の小林校長を訪ねる。徹子は晴れて友江学園への入学を認められ、次第に戦争の影が忍び寄る中、初恋の相手、工事や小児麻痺で手足が不自由なイクオラの休友と共に伸び伸びと学び始める。 翌昭は15年春、朝は守る綱の勧めで徹子と民事を連れて10年ぶりに北海道の実会里帰りし母、三吉と再会するが、父、周通は朝たちと、かくなに会おうとしない。キロの列車の中、朝たちは偶然乗り合わせた青森のリンゴ農家と知り合いになる。2年生に進級した徹子は行くを手助けして、一緒に木に登り、 イクオからアメリカで開発されいつか世界を変えるというテレビジョンについて聞かされるが、テレビジョンが見られるまで生きていたいとの願うイクオあり、楽器を待たずして亡くなる。太平洋戦争に突入し、昭和19年春となって戦局が厳しくなる中で、テツコが商病兵を見舞う間に、ロッキーが軍によって連れ去られ、続いて民事が足の傷がもとで、敗血症により亡くなる。 秋となり、帝都公共楽団が、活動休止となった守綱のもとに招集令状が、届く。不評第一連隊に入隊した守綱に面会した、朝と徹子は、どうやの舞台出発を知って、夜の品川駅で上綱を見送る。年が明けると空襲が激化して、ともえ学園の生徒も大半が疎開し、3月10日の東京大空襲を機に朝も、徹子を連れて、 疎開を決意する。津軽海峡を渡るのは危険と判断した朝は、以前に列車内で知り合った青森のリンゴ農家に手紙を書き、鉄子と共に小林校長に礼と別れを告げると、上野駅から列車に乗りなが旅の末青森、北戸村にたどり着く。3月末、朝と鉄子は青森、北戸村の佐々木家のもとで生活を始める。まもなく朝は、 村の農業会事務所で働き始め、徹子は村の国民学校に通い始める。徹子が佐々木家の牛を逃してしまう事件が起き、朝は佐々木家の畑の片隅の小屋を借りて徹子と二人で暮らすことを決意する。朝は農業界に加えて村の主婦たちの門手の仕立てで懸命に働き、徹子も次第に青森での生活に馴染む中、やがて夏となり。 終戦を迎える。昭和23年、鉄子は高校生となり、朝は農業界を辞めて、青森と東京を往復しつつ、行商で生計を立てている。消息不明の神綱が、シベリアで抑留中であることを新聞記事で知った朝は、行商で貯めた金で、東京に家を建て神綱の帰りを待つことを決意し、鉄子は村で工業を行ったたび一座に、100年に一人の 逸材と見込まれ、直座長にと誘われるものの、その誘いを断って、朝と共に、東京へ戻る。昭和24年、朝と共に、東京に着いた徹子は、闇市で出会った男性に恋心を抱く。北先族に建てた、新しい家での生活が始まり、朝と徹子は焼け残った、乃木坂上クラブを訪れ住人たちと再会を果たす。 闇市であった男性が牧師だと知った鉄子は教会へ頻繁に足を運ぶようになるが、婚約者の女性を紹介され落胆する。そんな折、朝の父、中通の訃報が届き、朝は鉄子を連れ北海道、原野の実会里帰りする。12月となり、シベリアに抑留されていた守綱が復員するとの、報が届く。朝と鉄子は、守綱を駅に出迎え、 一家は5年ぶりに幸せな時間を過ごす。間もなく守る綱は、かつての同僚に壊れて、帝都交響楽団のコンサートマスターへ復帰し、徹子はオペラ歌手に憧れて、母と同じ東洋音楽学校に進学する。朝の通う東洋音楽学校の人たち来た、先祖小学校帝都交響楽団比留くれない一座。ありがとうございます。